おめでとうございます。ひろママです。いつもご視聴ありがとうございます。私が去年から YouTube を始めてもう4ヶ月半以上が過ぎるんですね。こんな未熟な私にいいねボタンやメッセージ、チャンネル登録までしていただいて本当に嬉しいし感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。本年も頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。今日は兵庫県の小野市っていうところに浄土寺っていう国宝のお寺があるんですね。そのお寺に一番の実は目当ては浄土寺阿弥陀三尊っていう仏像が、すごい立派な仏像があるということを聞きましたので、それをお参りさせてもらおうと思って、やってきました。ちょうど今鐘の音が聞こえてきたんですけれども、ちょうどこの前が鐘が鳴らすところがあるんですね。ここのところに私も鳴らそうと思って入りました。そしてどういう風に撮ったらいいかなと思ったら、横に階段があったんで、階段のところにカメラを上に向けてこんな形で撮りました。なかなかYouTube するようになってからどういう風に撮ればいいかなっていうことを考えるようになったんですね。60歳過ぎてこういうことを考えるということは、ボケ防止にもなっていいかなと。すごく自分で自画自賛なんですけれども、これうまいこと撮れてるなと思って非常に喜んでおります。こういうお寺とかいろんなところに私最近兵庫県の中にもたくさんあるのでいろいろ行ってみようかなと思ってるんですけれども、ただ行っててもなんか分からずして帰ってたことって昔多かったんですね。だからそこのに行った時はそこの歴史をちょっと勉強してから行こうかなっていう気になっております。そうすると同じ見学しててもすごく意味が分かったり、楽しみ方が2倍3倍になったんですね。今日は私の文字ですけれども簡単に説明をさせてもらって動画を入れておりますので、どうぞ最後までご視聴してくださったら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。